こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介するのはここに並べてますけども、こういうふうに4つのアイテムをピックアップして、今回も皆さんに1つの例としてコーディネートを紹介していきたいなというふうに思っています。今日は8月の23日ということで、まだまだね、猛暑日が続いています。夏真っ盛りっていうふうな日々が続いているんですけども、こういう時期に今回おすすめするのは、まあ、こういうふうにね、秋の立ち上がりにおすすめしたいコーディネートということで、紹介をしていきたいなというふうに思っています。こういうふうな残暑が厳しい中、こういった秋の立ち上がりの紹介というのは、まあ、朝晩が涼しくなってくるのはもうすぐそこまで来ているので、いち早く皆さんに紹介したいということと、ご覧のようにこの長袖のシャンブレーシャツってありますけども、この長袖のシャンブレーシャツがこの真夏日でも結構今動きが出てきているんですね。お客様の要望が増えてきているので、できるだけ早く皆さんにね、こうやって動画でお知らせをしてコーディネートを紹介していきたいなというふうに思っています。ご覧のように4つのアイテムをピックアップしたんですけども、今回のこのコーディネートのテーマというのが、もう皆さんねお分かりになると思いますけども、アメリカンカジュアルのもう定番中の定番スタイルというふうになります。まあ、アメリカンカジュアルの、まあ、アイテムの中で代表的なものは、やはり先ほど言った、ブルーのシャンブレーシャツ、長袖ですね。そして、ロンティーにチノパンにスニーカーというね、こういうふうな、いわゆるアメリカンカジュアルの基本中の基本であるこのスタイリングを今回もね、紹介していきたいというふうに思っています。まあ、いろいろこのコーディネートがね、いろんなものがありますけども、今回はこの、まあ、安心するというかね、基本中の基本であるスタイリングをね、今回は改めて皆さんに紹介したいというふうに思っています。まずピックアップしたのが、日本製にこだわるブランドバーンズからこの長袖のロンティカットソーですね、これをピックアップしてみました。まあ、これは私の私物なんですけども、まあ、秋の立ち上がりということで、やはり半袖ではなくてこの長袖のカットソー、これをピックアップしてみたわけです。まあ、これに今度上から着るというものが、もう皆さんね、おなじみのこのブルーのシャンブレーシャツ、 FOB ファクトリーのこのブルーのシャンブレーシャツ、これをピックアップしてみました。まあ、先ほど言ったようにこういうね、暑い日が続いているんですけども、お客様の要望が結構まだ早いんですね。ですから、今の時期だとこれ袖をまくって、着てもらっていいの で秋は秋でこれ1枚で着てもらっていいし、今度はもっと寒くなってきたらこれに、ジャケットを着たりとかね、そういうふうな重ね着をすることができるので、こういった暑い日でもこの長袖のシャンブレーシャツのピックアップしてみたわけですね。 FOB ファクトリーのシャンブレーシャツ、ワークシャツですね、これをピックアップしてみました。そしてパンツですけれども、やはり、アメリカンカジュアルの定番中の定番であるこのチノパンツですね、これ東洋エンタープライズのバズリクソンズのカーキ系のチノパンをピックアップしてみました。まあ、これをピックアップしたっていうのは、やはりアメリカンカジュアルといえばジーンズかチノパンかというふうになるわけですけども、こういうふうなブルーのシャンブレーシャツをピックアップしたので、これに合わせるために、まあ、もちろんジーンズでもいいんですけども、今回はこういうふうなね、ちょっとワイドなチノパンツ、これをピックアップしてみてもいいです。そして色合いもこういうカーキというね、秋にふさわしい色合いなので、あのブルーとこのカーキの組み合わせ、これをしたくてこの色を選んでみました。そして足元が、やはりアメリカンカジュアルの、足元といえばやっぱり これですよね。オールスターコンバースのハイカットシューズ、これですね、ハイカットスニーカー、これをピックアップしてみました。やはりアメカジっていうのね、代表的なスニーカーといえばやはりこのタイプではないかと思うので、これをピックアップしてみたわけですね。まあ、ここにブーツとかでもいいんですけども、やはりその、秋の立ち上がりで、ね、暑い日が続いているんですけども、ここにブーツを持ってくるともうかなり その冬装備みたいになりますので、もうちょっと足元は明るくね、ちょっと足元は軽くした方がいいなと思って、このスニーカーを選んでみたわけですね。やはりアメリカンカジュアルのコーディネートにはこのスニーカーがいいのかなと思ってピックアップしてみたわけです。それでは実際に私がこれを試着をしてみてどんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思います。そしてまたそれぞれの詳しいことはこの動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。私身長168センチ60キロの体型で、ロンティーのシャツも M サイズ、そしてチノパンツが30インチ、そしてスニーカーが27センチを今から試着をしてみてどんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思います。今回はアメリカンカジュアルの定番中の定番であるコーディネート、こちらを今回は紹介をしていきました。Said that I care, I still you mean it.